膨大な診療情報を扱う病院業務。患者さんに関係するデータを集約し、いかに素早く必要な診療情報へアクセスできるかが課題の一つです。電子カルテから患者さんの情報を確認するとき、必要な情報がまとめて表示されたら、患者さんの情報を横断的に確認できたら、一人一人のカルテ画面の起動・確認の繰り返しから解放されたら、そんな医療現場の皆様の思いをホープ・ライフマークグリッドが解決します。グリッドは電子カルテの患者さんの情報を横断的に表示できるシステムとして、院内の業務負荷軽減、作業効率アップに貢献します。グリッドでは目的の患者さんを柔軟にグルーピング、グルーピングした患者さんを縦軸、診療録や検査結果などを横軸に配置することで、サマライズされた一覧を表示します。一覧から選択するだけで詳細情報が確認でき、さらにアラート機能を使えば作成漏れや確認漏れが一目でわかります。それでは医師が担当患者さんの情報を確認するシーンを例に見てみましょう。担当患者さんの記録、検査結果、レポート、手術予定、それらの記録を一人一人のカルテを開くことなく一覧で確認。レポートの未読も色分け表示されるので、見るべきレポートの種類、数が一目でわかります。次は看護師が入院患者さんの記録の作成状況を確認するシーンです。入院診療計画書、栄養管理計画書など入院時に必要な文書の作成状況を一括で確認できます。期日までに作成していない文書は色で教えてくれます。多忙であっても抜け漏れなく対応できます。診療情報管理士の診療記録監査でも利用できます。入院患者さんに紐づくたくさんの情報の中から必要な文書だけを配置すれば、一瞬でサマライズされた一覧が表示、入院期間に作成された文書の件数が表示されるので量的監査が効率化できます。さらに選択するだけで内容が表示されるので質的監査にも活用できます。いかがでしたでしょうか。ホープ・ライフマークグリッドは院内のさまざまな職種や業務で活用され、電子カルテシステムの新たな可能性をもたらすばかりか、明日の医療に新たな価値を広げていきます。